はいどうもどうも、実況のテシーです。ボンバーマン続きいきましょう。で、前回ね、私ボンバーマンのプロなんで死なないって言って死んでしまったんですが、そうなんですが、今回です。絶対死なないっす。今回はさすがにですよ。ここでちょっとね、死んでしまったらもうね、ちょっとあれですよね。かなり、というかもうですけど、なかなか、ちょっと痛いんで、すべてが痛いんで、ここはもう死なないでいきたいかなと思っております。とりあえずあいつ無視して、うわ、もうこの置き方で分かります？てか、そうだ、休憩して、前回の動画終わって、動画のタイトルとかいつも決めてたりするんですね。撮った動画のファイルの名前変えたり、それでちょっと休憩も兼ねてやってたら、もうこれ移動できるの忘れてました。そうだわ、皆さんちょっと違和感感じたんじゃないでしょうか。前回からあれ、こいつ何忠実に岩掘ってんだと。そうなんです、岩もう抜けられるんです。もう岩っつうのが何つうんだろう、ブロックか、プロが聞いて呆れますわな。正直敵をね、解放してしまうので、危いあんまりやっぱりおすすめはできない。また爆弾かい。おすすめはできないんですが、まあこんな風にどんどんいけちゃうんで、いっちゃいますよと。でリモコンですよね、あれなくしたのがでかいんですよ。下もでかいっすよね、あれ。なんだこいつは、調子こきやがって。よし、当たった。まあこっちで掘りつつ、向こうの敵は適当にね、なんとか頑張ってくださいと、うろちょろしといてくださいと言いつつ、こうやっておびき寄せつつですかね。まあ前回も言いましたけれども、基本はこれ敵を追い詰めていくゲームですから。ただあいつ、そうか、壁抜けできるやつはあんまり追い詰める意味がないか。よし、あれアイテム出ましたっけ。もうそこすら忘れてるっていう。まだ出てないですよ。爆弾は前回出たので、また爆弾、くっそー。しかもこれちゃんと通らないと、アイテムの上をちゃんと通らないと取れないタイプ。
ゲームか。ナイス。よし来た。勝った勝った。もう勝った。もう俺は死なんぜ。もう俺は死なんぜ。おらと。この威力よ。うえー。もう楽勝っしょ。もう楽勝でしょ。俺は。ね。もう楽勝、楽勝すぎる。もうこれ20面、この動画で20面いっちゃうんじゃないですか、これ。20面、もう2倍以上の速度でいけますんで、正直。ああ、ラッキー、もうスーパーラッキー。ほら、もう楽勝すぎる。危ない。ああこれ敵が完全に死んでないと敵の上通るとやられるっていう可能性があったんで、ちょっと危なかったですね。今のは油断してましたね。危ない危ない。であの何虎みてえなやつは何だ。調子こいてる虎みてえなやつ。あいつは特に壁とかも移動できるわけじゃなさそう。いやもう本当にあとは作業ですね。これなんだろう、火力があんまり出ないのはこれスタッフの優しさかもしれないですね。これあんまり火力高すぎるとボーンって一気にいっちゃうから、それを防ぐ意味で、あ、爆弾通り抜け大丈夫ですね。さあ行きましょう。そういうことなんでしょうかね、これは。うい。ういうい。ういだ。まあ、よほどのことがない限り。もうやられはせんぜっていう。よほどのことがあるかもしれないね。大丈夫か？これ大丈夫でしょうか。マージの作業になっちゃいますけど。あとこれ噂で聞いたのが、爆弾当たっても大丈夫、火力出ましたね、当たっても大丈夫的なアイテムがあるみたいな。それなんかね、どっか X 旧 Twitter で流れてきたんですけど、どうなんでしょうか。これね、これがあるんで、もういらないんですよ、あの、ボボボボンが。リモコンでいけちゃうっていう。多少重くなるんですかね、ボーナスステージが。爆
爆破がちょっと遅い。おっ、残念だったなと。まあ油断大敵というやつですが、そうね、こう火力が高いとね、自分の範囲もね、狭まっちゃうっていう、そこ気をつけないとダメですね。あー危ない。火力強いとね、下の扉気をつけないとね。変なやつが、最初に出てきたコイン、タイムオーバーで出てきたコインみたいなやつ、くる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 回っているじゃないですか。あいつが多分出てくるんですよ。まあ今だったらまあ余裕でいける。まあてかあいつにやられたんですけどね、最初は。やられたんですが、ちょ、これはね、あそこに扉出るかもしんないんで、これちょっと気をつけて。プロですから、これがプロのやり方ですよ。だいぶ早くクリアできるようになってきましたよ。危ない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 。油断しないでいきましょう。これね、ゴールがね、どこにあるかわからないってのも一つのミソですよね。あれ、ここまだアイテムは取ってないですよね。あー出た出た。一個のアイテムが出たか出ないか分からなくなるっていうね、どういうことっすかみたいな。あれ、これ敵どうした、敵どうした、最初に戻ったぞ。敵どうした、あぶね、こいつ。うっかり近づいたらガブって感じっすよね。火力高い醍醐味がこれです。楽しい要素の一つ。ここはね、さすがにきつい。あの1マスはね、あの行かないですね。きつい。やってもいいんですけど、きつい。もう一個スピードが出たらかなーって。まあ、今のもちょっと良くなかったね。扉が出てたかもしれない。貫通はあるのかな。あのブロック2マス以上いけるっていう、例えばこれだったら今火力が3ですか4ですかね、全部一気にボーンっていけるっていう、まあ、一応取っとく。あれ、扉出なかった、まさかの最後これ。またすごいね。10面ごとなので、もうあとこれが
実質ラストですか。あとは多分まあボーナスステージだと思うんで、あとねリモコンの爆弾がないときは、当たり前ですけどこれもね、あの爆弾が爆発するだろうときに当たるときにタイミングを合わせて、やっべやっちまった、爆弾置くとほらあれクソ雑魚が出てきたんだけど、コインじゃねえんだけど、いやこのクソ雑魚だったらめちゃめちゃペナルティー比が低いですけども、めちゃめちゃペナルティー低いですけれどもっていうね、ステージによって違うのかな、俺もテレレレレンじゃねえよな。アイテム、アイテム一応取っとこう。9個まで置けるのかな、不思議。今はまあどんぐらいいけるかわかんないですけど、あれステージ20になりましたね。でまた敵はあいつらに戻ると、えこれなんか分岐とかしてないか、そんなことないか、一回なんであの雑魚が出たのか、まあ扉から出たのはまあ雑魚でもいいんですけど、通常の敵があの雑魚だったのであれってちょっと思ったんですよね。なんかクリア時間とかによって分岐とか、いやまさかね、まさかね。さあまあまあまあだいぶまた減ってきましたけれども、リモコンですか。うまい、怖い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 。リモコンのいいとここれなんですよね、爆発させないでおく、当たり前ですけどこれもそれができるっていうね。でボーナスステージですね、こいつ早くていいっすね。これあちょっと重いですね、爆発全然しないっていう処理がね遅いですね。ビビった顔で終わると。はい、では次回ですね、またこの面からやっていきたいと思いますので、移動お願いします。